岩手県に岩手郡の範囲岩手郡は岩手県の郡人口32,916人面積1 4 0 4 2 4 k ル人口密度23.4人 km 以下の山頂を含む森岡都市圏の北部を占める1878年に行政区画として発足した当時の郡域は大胸かきの区域にあたる 1897年に行政区画として発足した当時の軍域は第一次岩手軍と同じ区域にあたる。軍名は岩手の森に由来するという説がある。文献に現れるのは平城天皇の御代に道の区国岩手の軍から献上された高梅で、帝がつけた名前、岩手が最小という。大納言はこの高を取り逃がしてしまい、 そうじるのをためらっていたがついに口にすると、これを嘆いた帝は何も言わなかった。なぜ何もおっしゃらないのかと問うと、岩手を思う女優にまされると、鷹の名にかけて演じたという。この歌は、古今和歌集の元歌取りで、源氏物語でも引用されている。同音である、岩手イコール岩で、口なしイコール口なしの連想から、言いたくても言えない切なさを表す歌枕となり、 平安文学の世界では、口なしぞめの山吹色が、岩手の里の情景を示す言葉となった。1、薮川村2、玉山村3、与内村4朝、朝 岸村5、柳川村6、中野村7、元宮村8、大田村9、御所村10、小明神村11、西山村12、雫石村13、滝沢村14、栗屋川村21、沼区内町22、川口村23、牧、堀村24、渋谷村25、大武家村26、田頭村十七松尾村十八平岳村十九寺田村三十 一方、井村31、御堂村41、くずまき村42、えっかり村は、発足時の森岡市突起なき場合、岩手軍師による。ありがとうございます。